どうも、くーにんです。皆さん、今日はですね、プロテストの結果をご報告したいと思います。7月2日にですね、横浜 DeNA ベイスターズさんの企画、夢のプロテスト体験というものに僕は参加したんですけども、結果だけお伝えしますと、受かりました。でこちらのテストなんですけども、50m が6秒5以内、遠投が 90m 以上で2次試験に進めるんですけども、一時は僕は 50m6 秒16、そして遠投は 93m ということで、無事に合格しました。遠投はね、ちょっとライン出ちゃったんで、実質多分 92m が 92.5m なんですけども、それでもちゃんとクリアしてるよということで、2次試験に進みました。で、2次試験の方はですね、高田 GM に見ていただきながらロングティーをしたんですけども、横浜スタジアムで、ビヨンドですけども2本勝ち込みまして、1本勝ち込んだら入団ありますかって聞いたんですけども、あるって言われて2本勝ち込んで入団はなかったです。そういった形でしたね。ただですね、その代償としてですね、その次の試合日も試合があったんですけど、ちょっと走りすぎたせいか膝がめっちゃ痛いんですよ。だから今もちょっとこうやってね、歩きづらいんですよね。もう今、こんな感じですよ、今。ここがね、ここがすごい痛いんですよ、今。この膝の下。この皿の下のここがすっごい痛いんですよね。昨日まではどっちかというと後ろが痛かったんですよね。後ろが張ってるなってずっと思ってて、痛くて曲げたりすると痛かったんで、ずっと曲げずに、階段とかもこういう感じで、歩いてたんですけど、今日になってね、やっぱこの膝の下が痛いんですよね。ここも痛いし、両方痛い。でここが特に痛いんですよ。膝の下痛いってやばいですよね。で今ね、これ日曜日に野球があって、この撮影してるのが木曜日なんですけど、それなのに痛いってやばいですよね。ここ押さえても痛いし、押さえたら痛いってまずやばいですね。これ皆さんちょっと同じような経験になったことないですか？同じような経験した方、対処法を教えてくれませんかね。ちょっと久しぶりすぎてどうしているのか分かんないですね。とりあえず尻尾張ればいいんですかね。めっちゃ痛いです、本当に。スラムダンクの三つ久しぶりに痛いんでちょっとこれやばいな、本当に。ちょっと直し方分かる方いましたら是非教えていただきたいです。ということでですね、くーにんはプロテストに2回参加しまして、2回とも受かったという結果でございました。前回はですね、2014年に参加しまして、こちらの記録。2016年はこちらの記録ということでした。50m に関しては 0.1 秒上がりました。ということで、これからもどんどん進化していって、5秒台を目指したいと思います。そういった形で、今日の動画は以上となります。こちらのね、試合の映像に関しましては、撮影実はさせてもらいまして、今 DeNA ベイスターズさんに許可を取っている最中ですので、許可が出次第流したいと思いますのでお楽しみに。それでは膝の治し方ぜひ教えてください。それでは失礼します。